こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さて何が行くのでしょうか。ミルバから前に行きそうです。エスポワールシチ、それに続いています。さらにはホワイトタフネス、10番カタノツリー、その後ろ。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはエスポワールシチ、その外からカタノツリー、内からはフリオーソ、並んで3番マンオブパーさん、その外にハードブーケ、その隣にブルーラッド。この辺りで各馬第一コーナーに殺到していきました。もう一度先頭から。先手を取ったのはフリオーソ、エスポワールシチ、この馬もこのグループ。これに続くのがマンオブパーサン、その外からハードブーケ、内からはミルバカラ、その隣にブルーラッド、並んで9番ホワイトタフネス、肩の間巻き後ろから、その隣に肩のツリー、その横にボランタス、最後方にパーフェクトエーマ。各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭から。一気に先頭に立ちました。11番ゴーイングウイング、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は依然として11番ゴーイングウイング、まだ粘っています。ここで先頭が入れ替わりました。エスポワールシチ、ゴーイングウイング2番手に控えました。ホワイトタフネス3番手。4コーナーカーブから直線コースに向きました。エスポワールシチ先頭、2馬身から3馬身のリード、あと 200m。 エスポワールシチ先頭だ。後続を大きく引き離しました。後続の足はどうか。エスポワールシチ今ゴールイン、段違いの強さです。エスポワールシチ1着、2着は肩のツリー、やはり中央の馬が強かった。勝ったのはエスポワールシチ。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはカタノオムヤ、残り 200m。 先頭はエイシンアポロン、先頭はエイシンアポロン、 BB ガルダン迫る。貧車差の奇跡、伸びません。 BB ガルダン、 BB ガルダン1着、2着にはどうやらエイシンアポロン、見事に勝ちました。 BB ガルダン貧車差の奇跡、完敗です。着外に沈みました。
いよいよ今年の G1 もこのレースで終わりを迎えます。今年1年ターフを沸かせたスターホースたちが冬枯れの中山競馬場に集結。さあ、日本競馬の総決算、夢のグランプリ有馬記念の発走です。さあ、最後は大外枠のドリームジャーニー、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。レーシングフラッシュ、好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。レッツゴー霧島、前に行きそうです。これに続くのがミヤビランベリー、好位置をキープしています。片野青ちゃん、その外にレーシングフラッシュ、ローズキングダム、そのうちに続いています。並んで3番東方アラン、その外からウォーターポケット、その外にペルーサ。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあ、この辺りで各馬正面スタンド前を通過していきます。では前の方から見てみましょう。キャプテントゥーレ先手を取りました。黒の帽子、レッツゴー霧島、その後ろすぐ隣にミヤビランベリー、その外にレーシングフラッシュ、片野青ちゃん好位をキープ、その隣にノーブルナンシー。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。一番人気の片野青ちゃん、現在先団に取り付いています。もう一度先頭から見ていきましょう。キャプテントゥーレ先手を取りました。レッツゴー霧島、この馬もこのグループ、すぐ隣にミヤビランベリー、すぐ後ろにレーシングフラッシュ、片野青ちゃん好位をキープ、その隣にノーブルナンシー、その横にウォーターポケット、すぐ後ろにローズキングダム。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。前はキャプテントゥーレ、レッツゴー霧島、ほとんど差がありません。ミヤビランベリー3番手、片野青ちゃん、これはいい位置につけています。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ、先頭はレーシングフラッシュ、ウォーターポケット続いています。並んでミヤビランベリー、片野青ちゃん好位を追走。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わってビクトワールピサ、残り 200m、 先頭はビクトワールピサ、ビクトワールピサ先頭、2番手はレーシングフラッシュ、ビクトワールピサ1着、ビクトワールピサ完勝、ビクトワールピサ1着、2着はレーシングフラッシュ、見事に勝ちました。ビクトワールピサ、片野青ちゃん敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.